なかなか珍しいなと思っておりましてですね。特に誰ですか？気の合わないメンツ、うん、褒めてんだよね。いない、褒めてんだよ。気が合う。いや本当に大体一人ぐらい気が合わないやつはいるもんなんですまあ何が言いたいかと言いますと、白鸚記はすごくなんかいいやつが集まるなと思っていて、今後も白鸚記続いていくと思いますが、白鸚記に出るやつに悪いやつはいねえと期待して期待して頑張っていきたいと思います。京都来れてすごく嬉しかったでございます。ありがとうございました。はい、三男圭介役のテルマです。本日はお越しいただき誠にありがとうございます皆さん楽しかったですか？二階席の立ち見のお客様もご、ありがとうございます。足も痛かっただろうし、ちゃんとケアしてくださいねこんなにたくさんのお客様がたくさんいらっしゃっていただいて、僕があのミュージカル白鸚記に参加させていただいたことが本当に本当に幸せで、毎回20公演あの噛み締めながら本番やらせていただいて、周りの人たちに助けられ、スタッフさんたちにも助けられ、20公演終わることができました。ミュージカル白鸚記、僕あの正直見たことがなかったんですよ、舞台で、ミュージカルで。でもあのやらせていただいて、ミュージカル白鸚記皆様に負けないぐらい大好きになりました。これからもミュージカル白鸚記よろしくお願いします。本日はありがとうございました僕はですね、ミュージカル白鸚記はテルマ君と違って結構知ってた方なんですけどもごめんね。そう、DVD とかを見るたびにかっこいいな、かっこいいなとずっと思ってて、いつか出たいなと思った時に、今年の3月に出演が決まりまして、本当に飛び跳ねたんですけども、それと同時に笑われた。その辺誰だ、そんな面白い飛び跳ねてる姿想像しちゃったなと思う。ちょっとどんな感じだったの、どんな感じだったの。じゃあ俺マネージャー役やるから。もしもし、いのちゃん。あ、もしもし、お疲れ様です。いのくん。はい。なんと、はい、ミュージカル白鸚記、はい、レミロクなんだけど、はいはい、シンパチェック決まったぞ。やったまあね、嬉しかったと同時に不安もあったんですよね、はい、その稽古中、その不安を拭い去るかのように猛烈に稽古して、稽古終わりに公演で練習したり毎日してたんですけども、本当にきつい稽古も楽しかったんですけど、きつい稽古でもあって、でもそれを支えてくれたのはこのキャストの皆さんだったり、スタッフさんだったり、毛利さんだったりで、本当にたくさんの方に支えられて、今ようやく20公演終えることができたなと思っております。そしてここに今集まってくださっている皆さんにも、本当に新しい白鸚記を受け入れてくださったことを、感謝してます。これからもミュージカル白鸚記が、大きくなっていくことを期待してます。皆さん今日はありがとうございました。そうですね、もう京都大千秋楽が終わってしまったんだっていう実感はまだないんですけれども、僕がそうみんなに会ったのが4月頃ですかね、に稽古場で会って、それから今までの時間本当に毎日が幸せで充実していて、こんなにも素敵なカンパニーに出会えたことは、本当に何だろうな、嬉しく思っています。本当に皆さんありがとうございますありがとうございます最年少ながらも皆様はなんか支えてくれて、僕はいろいろ学んだり成長することができました。身長は成長してないんですけれども本当に楽しくて毎日20公演本当に本当に楽しかったです。ありがとうございました。思い返しますと、僕は本当にこのキャストの中で一番何もできなかった一人なんですけども、ポンコツと言われ続け、ポンコツおいというふうにね、助け舟を出してもらえないと本当に何もできなくて毛利さんとかにも本当何もできなさすぎて爆笑させるっていう逸材なんですけども、万事さんとか逸材は間違えました。逸材ってすごい、まあ、そうだね、本当に逸材だお前は、逸材ですね万事さんとかに本当につきっきりで稽古してもらって、いろんな、キャスト全員を支えてもらいながら、稽古を過ごしてきました。
本当に楽しいことばっかじゃなかったんですよ。本当に稽古は辛いことばっかで、いつも中途半端に逃げてた僕が最後まで続けられたのはこのカンパニーが本当に大好きだからだと思っております。カンパニーというのはキャストだけではなくて、後ろで支えてくれているスタッフさんたちが、いないと成立しないと僕は思っています。いや、当たり前なんですけども、そのスタッフさんたちに一度だけでいいんで大きな拍手をお願いします。なんでお前なんだ、はい、ありがとうございます。そして深く深く今日、全部一回でも見に来てくれた皆様に感謝を述べて僕の言葉を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、終わってしまいました、黎明録。いや、いや、袖はけるたんびに、あ、もうあの言葉、あの動きはもう言わないんだなって思うと、本当になんか胸がキューというか切なくなるというか、今までのみんなで汗水垂らしてやった稽古をなんか思い出してたりして、あ、なんか明日からもこうやって普通にやりたいなって思うんですけど、でもやっぱ始まれば終わりが来るということで、とてもなんか切ないんですけど、皆さんやっぱちょくちょく笑い入れるじゃないですか。だからね、笑ってやっぱ最後お別れしたいなと思っております。だからね、みんなこの後の皆さん笑かしてください。で、まあ、白鸚っていうのは本当に素晴らしいスタッフの皆さん、素晴らしいキャストの皆さん、そして素晴らしい温かい発想がいいっす。お客様で本当に助けられてここまで大きく成長しました。昨日も森さん言いましたが、これから先も200回300回続くように、僕も続いたらいいなと思います。これからも白鸚のことを応援のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。アイアシアターから始まってこの京都劇場、今日で最後の20公演目となりました。それまでに稽古から含めていろいろキャストのみんなで、なんだろうな、こう鼓舞し合ったり切磋琢磨し合ったりとか、本番が始まってからでも、本番が始まる前とかにね、拳を交わし合ったりハグし合ったりとかして、なんだろう、そういう気合の高め方が本当にみんな素敵だなと、まあ、僕もやりながら思って、なんかこんなに翔太くんも言ってくれたんですけども、気が合わない人が、まあ、僕基本嫌いな人があんまりいないんですけど、気が合わない人はいない。ちょっと怖いですね。ちょっとやっぱ大きさ出てるね。今後200公演300公演を迎えるためには、まあ、僕たちもミュージカル発行機を愛して、もっともっとたくさんの人々に愛してもらえるような作品の一助になれるようなことをして、それでも僕たちだけでは足りなくて、またこうしてお客様方が見に来てくださることによって200公演300公演が達成することができると思いますので、何卒ミュージカル発行機を今後とも応援よろしくお願いします。本日はご来場誠にありがとうございました。芹沢鴨役をやらせていただきました久保寺明です。本日はありがとうございました。千秋楽だからといってね、こうたぎっちゃいけないと思いながらも、ちょっと最後の立ち回りちょっとたぎったかなっていうのがあってね。でね、こうカーってやってね、土方とこう「こい土方!」って言ったら、もう珍しく秀が「芹沢!」って言ったんですよね。言いましたね。ね、言ったね、はい、意外と言いづらそうだったなって今まで「おら!」しか言わなかったのが「芹沢!」って言ってね、はい、まあそういう楽日だったんですけれども、まあでも本当にこの作品が本当に好きでした。で、まあこうやってお客様と、本日来ていただいたお客様とこの空間、そしてこの時間を一緒に過ごしていただいたことに本当に深く感謝申し上げます。本日はどうもありがとうございました。この白鸚というカンパニーと白鸚をこんなに愛してくださる皆さんに会えて本当に嬉しく思っています。今日の最後の芹沢さんとの戦いは熱いものがありまして、
僕あそこが一番大好きなシーンですけども、セザーさん倒した後にもう今日もやってやったぞっていう達成感、あまりにも気持ちよくて、はい、暗転するんですけど、こうやって暗転してなく中で誰も見てもないと思いますけど、僕ちぶりしてるんですよ。あまりにも気持ちよくて、本当に。あれ暗転中僕ぶつかりそうになってますから、ね。あ、ごめんね。ここへ来て。ここでダメらしい。危ない危ない。だから本当に毎公演毎公演その危ねえから。俺もそこ行ってるし。はい。はい、ちょっと本当に気持ちが入って、なんかそうですね、土方歳三が鬼になる瞬間を演じれたと思います。これから白鸚記どんどん続いていくと思いますが、この白鸚記黎明録の土方、鬼が誕生した瞬間をですね、これからもぜひ思い出して白鸚記を愛してくれたらいいなと思います。本日は誠にありがとうございました。伊吹龍之介役を演じました白間達志です。本当にこのミュージカル白鸚記という歴史のある作品にこうやって真ん中に立たせてもらえることを本当に嬉しくいつも日々感じながらやらせてもらってます。本当に何もできない人間、何もできない座長だから、みんなに立ててもらってやっと一人で立てるようになるっていうような、でもちろんお客さんにもこうやってたくさんの方に来ていただいて立たせてもらってるっていう、何もできない座長でここまで皆さんのおかげで大きくなることができました。で、まあ、翔平の言葉を否定するみたい、いや否定しようじゃないですよ、肯定、なんか難しいな、肯定するんですけど、要はここで、まあ、黎明録っていう作品はここで終わってしまうんですけど、まあ、土方の劇中のセリフで新選組の歴史はここから始まるんだって言ってるように、僕らの黎明録があって新選組の歴史がスタートして、新見さんや芹沢さんがいたからこそ皆さんが今まで見てきた方もいると思いますけど、斉藤編だったり沖田編だったりの新選組がいるっていうのをかみしめていただいて、パンフレットを見ればすごい分かっていただけると思うんですけど、千鶴の姿がこっそり映ってて、でそれを見送る僕だったり芹沢さんがいてっていうのがあるので、たまにでいいので伊吹龍之介がいたんだな、芹沢鴨がいたんだなっていうのを思い出してくれると、やめろ、今はいい、あ、インフレでおいとん忘れてたっていうのは感じたよ、感じたけど今のはいい流れだったからそのままにしといたんだよ。やっぱはじめくんが面白いこと言ってっていうか、あ、ここだぞ、ここだぞ。で、本当にだから新見錦や芹沢鴨や伊吹龍之介がいたから今の新選組があるんだなっていうのをたまにでいいので思い出してくれると、黎明録をやった僕らも本当に嬉しく思うことができます。なのでこれからもミュージカル白鸚記を愛し続けてほしいです。はい、本当に今日はありがとうございます。本当に、あ、すいません、本当にさっき森さんも言ってくれましたけど、まあおそらく再演はないから、それ大人の事情があるからで、おそらく再演はないし、このキャストがまた揃うっていうことは絶対にないから、はい、このキャストでやれたことを本当に嬉しく思うし、このキャストで真ん中に立たせてもらえてるっていうのを本当に嬉しく思って、最後の最後まで舞台上にいるうちは伊吹龍之介として生き抜けるように頑張っていくんですけども、もうだから今まで1ヶ月2ヶ月稽古してきて、それがもう明日からなくなるんだ、明日からも当たり前のようにあると思ってたものがなくなってしまうので、本当に悲しいですけど、僕らはきっと先代の方から受け継いだ襷を絶対に次に回すことができたと思います。それは来てくれてる皆さんが証明してくれてることだし、なのでこのキャストでまたやることはないですけど、ミュージカル白鸚記がまたあった時にはぜひ
ミュージカル白鸚記の応援をよろしくお願いします。